ストックホルムスクールオブエコノミックス、ストックホルム商科大学は、経済学を専門とする私立短科大学。英語での名称は、ストックホルムスクールオブエコノミックス。1909年に、実務教育の向上を目的として設立され、現在も同地に本拠を置く。個人信託によって管理されているが、スウェーデン政府の支援も受けている。スウェーデンの商学部の中では最難関であり、 マスター課程のマネージメントプログラムは、ファイナンシャルタイムズにより、欧州13位とランク付けられている。ストックホルム商科大学では、いわゆる学士、修士が統合された4年間一貫での、経営学及び経済学の修士課程に、基づきカリキュラムが編成されていたが、EU 加盟国等間での、学位、単位の標準化の動きを受けて、日本の大学、大学院と同様に、 学士、修士が取得できるようになった。学士は3年間、修士は2年間で、標準的なカリキュラムでは取得できる。ここで言う修士は、マスター・オブ・サイエンスであり、専攻と合わせて、日本語分けすると、経営学習士または、経済学習士ということになる。しかし、経営学習士は、いわゆるマスター・オブ・ビジネス・アドミニストレーションとは異なる。職務経験者を対象とした。 MBA プログラムは別途開校されている。ストックホルム商科大学で行われている研究の半分は経営学に関する学際的研究であり、残り半分は経済学、統計学、金融工学に関する研究である。ストックホルム商科大学において名を馳せた人物としてエリ・ヘクシャーとベルテル・オリーンがいる。彼らは国際貿易に関するヘクシャー・オリーンの定理を 構築し、1977年にオリインはノーベル経済学賞を受賞した。また、ヘクシャーはスウェーデンにおいて経済史を学問の一分野にまで発展させたことでも知られている。世界各国のトップクラスのビジネススクールと交流協定を持ち、日本では東京大学、一橋大学、慶應義塾大学の3校との協定が存在している。ありがとうございます。